大分市の富士見ヶ丘子ども園では、新茶の時期に子どもたちが茶摘みを体験しています。今日は大分市庄野春にある温湖遠征茶で、青空の下、年長園児34人がおよそ1キロの茶葉を丁寧に摘み取りました。その後、摘まれた茶葉を乾燥する工場を見学し、お茶ができるまでの過程を学びました。初めての作業や大きな工場の機械に、子どもたちは興奮した様子でした。せーの、パンダだ。取るのが楽しいです。ちょっといい匂いがした。持って帰って飲む。家で取りが楽しみ。今日摘まれた茶葉は乾燥させて、今週中に子どもたちに届けられることになっています。園では今後、茶道教室などの活動も行っていきたいとしています。